はい、皆さんこんにちは、マナリグルビジです。では今回はご覧の維新の嵐幕末志士伝、こちらを新しくプレイしていきたいと思っています。プレイステーションのタイトルになっています。幕末なので、これまで僕がねよくやっていた戦国時代、あるいは第一次世界大戦、第二次世界大戦といったね、時代とは少し違う時代のねゲームになっています。じゃあお前は幕末語れるのかと言われるとですね、正直そんなに詳しくはないです。幕末とかね、いろいろドラマとかにはなったりするので一定の知識はあると思うんですけども、それ以上のものはない。戦国時代とか、世界大戦に比べるとね、どうしても1段も2段も知識レベルは落ちてきてしまいますので、少しね、動画の中でお話しするネタがしょぼかったりするかもしれないんですが、そこはですね、ぜひ皆さん温かく見守っていただきつつですね、バシバシツイッターのあるいは動画のコメント欄の方にお寄せいただければですね、僕もすごく勉強になりますので、ぜひぜひお時間のある方お付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思っています。では早速始めていきましょう。で、今回選ぶ主人公なんですけども、こちらの土方歳三でプレイをしていきます。で、ゲーム自体はですね、坂本龍馬、土方歳三、もしくはオリジナルで自分で作ったフリーキャラクターの3つのうちから1人を選んでプレイしていきます。今回はね、土方歳三でプレイしていきます。幕末のちょっと早速ね、カミカミになってますが、幕末の激動期、享楽の地を新刊せしめた戦闘集団新選組。このシナリオは忘れられかけられていた指導を瞬烈に貫いた男、新選組副長土方歳三の生涯を描くものです。シナリオは土方がまだ近藤勇の道場江戸司令官にいる時期から始まります。土方歳三モチーフというかテーマの燃えよ剣リメイクの実写版、実写版しかないですね、リメイクの映画が、岡田くん主演でやりますよね。ジャニーズ好き嫌い全くないんですけども、岡田くんはですね、大河ドラマの黒田官兵衛とか、あとは映画の関ヶ原とかでね、結構この時代、過去の戦国時代ものとかにねよく出演しているなっていう、そういうイメージあります。あとは時代劇ものですよね。で、燃えよ剣もね楽しみにしてたんですが、コロナウイルスでね少し延期になってしまって残念なんですが、公開されたらね、見に行きたいなというふうに思っています。では今回は土方歳三でプレイしていきます。はい、ではここから本編になります。歳さん、ゆうべは大勝利だなと。朱雀館の連中あんだけ人数集めて負けしまったらメンツ丸つぶれだと。これはいざこざくなんか起きたんでしょうかね。鬼の副長と呼ばれた土方歳三なんでね、剣の腕はもちろん高かったんでしょうけど、体つきとかはどうだったんでしょうね。お世辞にも岡田准一は体大きくはないですよね。近藤勇はね、大概大柄な人が演じていることが多いと思うんですけど、土方歳三はね、どれくらいの体の大きさだったのか。言ってもね、全部が全部そうだとは言いませんけど、格闘技とかね、スポーツに関しては、大概のものが体がね、大きい方が有利なケースが多いですからね。もちろん、例えばじゃあ、ジョッキーはどうなのかとか、例外的に、違うケースもあると思うんですけど、武士なんていうものは当然体が大きいに越したことはないわけで、戦闘力はね、それだけ増しますからね。その点、土方歳三がどうだったのかっていうのは、ちょっとわからないですけど、ただ、玉の豪農、つまりある程度お金持ちだったと思うので、お金がなくて食べるものがなくて、痩せ細っていたということではないんじゃないかなとは思います。で、この、幕末志士維新の嵐なんですけども、ゲームのテイスト的には、坂本龍馬にせよ、土方歳三にせよ、第3のフリーキャラにせよですね、
まあ、幕末にあった尊王攘夷なのか、それともね、幕府を盛り立てていく砂漠開国派なのか、まあね、そのあたりでどっちについて誰を味方につけてっていうようなねことをやっていくゲームのようなので、まあ、いろんな人に全国歩き回って、話を聞いて知見を広めて仲間を増やすと、まあ、そういったゲームになっているようです。ただ土方に関しては新選組結成後はですね、まあ、主に京都から離れることがあまりないので、京都に行く、まあ、新選組を結成する前までにどこまで行けるかというのがポイントになっているみたいなので、まあ、前半からね、せこせこと動き回っていきたいと思います。まあ、あとは、あんまり詳しくないですけど、どのね、藩が砂漠派で、どの派が尊王派なのか、そういうところもね、ちょっと知識として持っておかないと攻略がね、苦しくなってくるかもしれないですね。さて、宗次か、沖田宗次が挑んでくる。まあちょっと相手をしてみましょう。これでね、沖田の強さ、土方の強さがわかると思うので、何をするのかもちょっとわからないんですけど、これは戦闘画面ですかね。一本勝負、剣道か。僕はね、一本取られた。高校生の頃柔道部だったんですよ。で、隣の部屋で剣道部やってましたね。ちょっとね、夏場に道着を着る柔道部もなかなかきつかったんですけど、それ以上にね、装備を身につける剣道部はきつそうでしたね。勝つとなんかいいことあったのかな。もし勝ったらパラメーター上昇とかあるんだったらちょっとリセットしてやり直したいぐらいですけど、ここはね、もうその都度その都度精一杯にプレイしていきましょう。で、土方の場合はですね、もうこの道場司令官固定のようなんですけども、坂本龍馬とか、あとはオリジナルで作ったフリーキャラであれば、江戸にある、あるいは全国にあるいくつかの道場の門弟になることができるということのようです。同じくですね、学問所修練所も同じように、江戸ないし全国にある、学問所修練所に入ることができると。では早速ちょっと見てみましょうか。コマンドですね。移動する。ちょっとこれから見てみる？建物に移動、本拠地に移動、知人のところに移動、他の区に移動、建物に移動をちょっと見てみましょう。建物に移動は、まあ、道場、司令官、牛込に司令官ですね。あとは、大石邸、高田富士邸、あとは緑屋さんとかね、いくつかありますね。五国寺、お茶屋さんに診療所。うん。こういうところに行けると、ちょっと道場は今行ったばっかりなんで、じゃあ、そうだな、五国寺とか行ってみますか？お寺もね、まあ、関係者の方いらっしゃったら申し訳ないんで、おっと、京都で何か事件が起きたようです。何が起きたんだろう。お寺もね、ちょっと関係者の方には申し訳ないんですが、あんまり興味がないんで、わからないんですが、ちょっとお参りだけしてみましょうか。何を祈ろうか。これは選択肢なく、ただ祈ったねっていうね、こういうイベントですね。小吉。情報を見る。これは、五国寺の情報が見れるというわけではなくて、いろんな情報が見れますよっていうことですね。五国寺の情報も見れるんだ。寺。へぇ、地区の情報も見れるんで見ましょう。ああ、どういう建物があるかっていうのがここで見れますね。高田の馬場。なるほど。じゃあちょっと一度他の地区とかあったと思うんで、覗きに行きますか。人を探すとかもあるんですね。知人のところに移動。掃除。ああ、佐野助、平助とかもういるんだ。うん、思想が出てる。なるほど、これは面白いな。砂漠上位、尊王上位、砂漠上位、信頼が20。
まあ、砂漠というのは、まあ、間違ってたらね、訂正していただきたいんですけども、まあ、幕府擁護派というか、幕府中心の、政治体制をね、サポートする、支援する、支持する、まあ、そういう立場だと思ってます。で、尊王は逆に言うと、天皇中心っていうんですかね、まあ、そういった思想。で、攘夷というのが、まあ、外国勢力。鎖国を貫いて外国勢力は受け入れない。で、一方、開国派に関しては、まあ、国を開くというね、そのまま読んで字のごとくですが、ここでは藤堂平助だけ尊王攘夷派なんだな。沖田、原田、近藤は砂漠ですね。こういうのが見れるのはいいかもしれませんね。では次に他の地区に移動。外桜田、日本橋、八丁堀、築地、赤坂、小石川、本所、深川。なるほど。じゃあ八丁堀でも行ってみますか。はい。では、八丁堀にやってきましたので、人を探す。坂本龍馬とかがここにいるってこと？せっかくなんで、ちょっと龍馬のところ早速行ってみますか。坂本龍馬と土方歳三って、ね、お互いに会ったことあるのか、わからないですけど、ちょっと龍馬探しましょう。江戸にはいない。何なんだ、これは。では、この時、坂本龍馬がっていう名前をもう土方歳三は知ってたのかな、探すってなってますけど。で、龍馬は尊王攘夷派ですね。で、あとは千葉さな。千葉さなって確か龍馬はね、千葉道場だったと思いますけど、なんか仲良くなってたイメージありますけどね、龍馬伝の中で。千葉さなちゃん、路上に千葉さなを見つけました。そうか、いきなり切りかかる。いや、面会を申し込みましょう。これが千葉さなちゃんだな。私に何かご用ですか。いや、特に用はないですけど、なんとなく凛とした可愛らしい雰囲気のところですね。説得する、お土産を渡す。いや、語り合おうじゃないか。まずは私などの話をしても時間の無駄。まあ、そりゃそうだな。情報を聞きましょう。土方に教える情報はない。お土産もない。相手の情報を見ておきましょうか。年齢とかね。あ、お、出る。26歳。北辰一刀流、免許改伝か。知名度190。自分が今どんくらいの知名度あるのかわからないですけどね。国体思想が尊王攘夷、穏健派。穏健派の反対が主戦派ですかね。国内見識15、国外見識は1。尊王攘夷を目指す。剣術は北辰一刀流、剣の技術。151。これが高いのかどうかもちょっとわからないですけど。学力が38、入門先はなし、性格。健康に問題はありません。勇気、魅力に溢れる行動的な人物。なるほど。龍馬とはすでに信頼がある。龍馬はもう今、江戸にはいないって話でしたけどね。まあ、じゃあここはおとなしく帰りましょう。試合を申し込む。いや、今の実力では試合を申し込んでもやられてしまうので帰りましょう。勢力情報とかも確認しますか。幕府、会津、土佐、紀州、小倉、桑名、仙台、長岡、佐倉。朝廷から、あとは、薩摩、長州、尾張、福井、水戸、佐賀、彦根、金沢とありますね。で、各藩の状況が見れると。組織の思想と時流の位置が合ってれば、まあ、その藩が同じ方向を向いてるよねってことですよね。で、土佐、この中だと土佐、会津、水戸、薩摩、長州あたりがね、キーになってくるのかなというふうには思いますが、まあ、ちなみに長州藩を例にとってみると、まあ、攘夷、これは完全に
方向としてはね、尊王攘夷派だということになるのかなと思いますけど。こういう情報を見ると面白いですね。はい。でですね、いろいろ行けるところ巡ってみてですね、目星をつけた学問所があるんですけども、どうやら学問所に入るのに、まあ、少なからずお金が必要だということが分かりました。150必要なんですね。で今、所持金100しかないので、入りません。なので、お金を稼がなきゃいけないので、まずちょっとお金を稼いでいきましょう。まさか、いや、当然といえば当然か。お金がね、かかると。習い事にも。何をするにも、やっぱりお金は必要ですからね。で、いくつかですね、学問所巡ってみたんですけども、いずれも150かかりました。で、まあ、お金をね、貯めなきゃいけないというのが分かりましたので、学問所に入るのは少し後になりそうですね。で、あとは、移動マップのところなんですけども、地区に移動以外にですね、まあ、この江戸全体を見渡すマップがあったり、あとはですね、まあ、こんな感じで、その位置関係みたいなものがですね、出るようになっています。これ結構本当にそのまんまの、東京のね、東側を表している地図になっているのかなというふうには思います。であと町から出るを行うと江戸から出ることができて、京都とかにもいきなりね、行くこともできそうでした。ちょっとね、京都に行くとまたお金がただでさえないのに減ってしまうそうなんですけども、こんな感じで、まあ、全国歩くことができそうな感じになってます。今回はね、ちょっと江戸から出ないですが、お金をちょっと貯める手法を学ばないといけないので、どうやったらお金がね、あと50円ですけど、手に入るかというのを、ちょっと探しましょう。まあ、一旦市営課に戻ろう。働きに出るというのがある。目的を確認しましょう。何をしなきゃいけないのか。剣術の修行をするというのが、まあ、目的になってますね。じゃあ働きに出ましょう。行動力が足りません。じゃあもう今日は寝るよ。自由に過ごす。これで寝て、行動力が回復してくれればいいんだけど。面会、休養。まあ、休養して行動力を回復しましょう。オレンジが行動力ですね。多分一番上に出ている。じゃあこれで働きに出る。金が欲しいんだ。そう。金の亡者。荷役斡旋所。積み込み荷上げ。積み荷の整理。どれがいいかな。積み込み荷上げ。このあたりは力仕事ですよね。積み荷の整理というのも力仕事な気がするけど。まあ、全部力仕事だよね。こういうのはね。じゃあ、積み荷の整理にしよう。金は一番高いよ。やるかい？やります。何をやるのかわからないですけど、やりましょう。ゲーム的なものがあるわけじゃないですね。ミニゲームとかがあると、なかなかきついですけど。倒産犯の国体思想が、尊王。国外思想が、上位。まあ、尊王上位になりました、ということですね。こうやって日に日に変わっていくな。金140か。あと10欲しい。もう一回働く。いや、何度でも働こう。積み荷の整理だ。一番高い、疲れるよって言われる割には、そうでもないからね。まあ、ゲームの中ではね、これどんくらいやるのかわからないですけど、そもそも、金40、金40っていうのがどれくらいの価値があるのかっていうのを、そうだな、なんかお茶かなんか飲んでみないとわからないですよね。これが180円みたいな価値で、その、お茶を一杯飲むのに100円かかるとかっていうふうになると、むちゃくちゃ、ね、安いお金になるだろうし、お茶はね 0.1 ですとか言われればすごい高いお金になるし、なんとも言えないですが、ただここはですね、一度さっきお金が必要だって断られた高島法術所に行きたいと思います。
はい、では高島砲術所に戻ってきました。で、江戸にあるですね、まあ、学問所修練所は、10個以上あるようなんですけども、まあ、それぞれ特徴があってですね、まあ、もちろんその有名具合もあるでしょうし、学べる内容、まあ、外国について学べる、国内について学べる、あとは兵学公開術とかね、もろもろあるようなんですが、ここはこの高島砲術場を選んでいます。その理由というのがですね、どうやら土方歳三は兵学が必要ですと、ネットで見ましたので、兵学が学べるのがじゃあどこがあるかと確認したら結構少なくてですね、そうなるとこの高島砲術場、まあ、唯一の選択肢とは言わないんですが、数少ない選択肢になっていて、バランスよく学べそうなこの高島砲術場にすることにしました。で、もしね、これ高島砲術場が、まあ、噂ほどじゃないなというふうになったら、もうすぐにやめます。もうそれくらい軽いノリでね、入っていこうかなと思ってます。金もね、きっちり持ってきましたからね。ここで入門をしていきましょう。当学問所では蘭学、兵法の授業を行っている。まあ、蘭学っていうのは、まあ、外国知識を得る。まあ、洋学ですかね、今で言うとこの。さらに兵法の授業を行っておるということですね。入門金150、納めましょう。おお、それは素晴らしいって、なんか、ふっかけられた感があるけど。では、勉強を早速してみますか。まあやっぱりね、僕も海外旅行が趣味の一つ、まあ今は当然コロナウイルスでできないんですけども、海外旅行好きなんでね、ここはまあ土方の思想はね、尊王攘夷、つまり違う、砂漠攘夷かな、今だとね、開国なんて嫌だっていう立場だと思うんですけど、できれば僕としてはね、海外にいろいろ打って出て学ぶことがあれば学ぶっていう、そういう姿勢でこの土方を育てていきたいと思います。というところでですね、まあ、お金の学び方、武術の上げ方、そして、勉強の仕方を学んだところで、ちょっと今回ね、初めてプレイするところで行き届かないところ、たどたどしいところ、あとはちょっとゲームの進行がね、遅いんじゃないかと、ご指摘もあろうかと思いますが、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回以降バシバシ進めていきたいと思いますので、皆さんぜひ楽しみに応援していただければ嬉しいなというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。